代表作の一つ、99式艦上爆撃機、愛知航空機は、過去に存在した、日本の航空機メーカーにして、現在の日産自動車系自動車部品メーカー、愛知機械工業の前身である。日本海軍向けの攻撃機、爆撃機、水蒸気等を製造した。ここでは、愛知時計電機の航空機製造も合わせて記述する。親会社の愛知時計製造は1九百四年に、 陸海軍から砲弾の新艦などを初めて受注し、以後は多くの兵器を生産した。特に海軍と関係が深く、1912年に愛知の軽電機と名を変えてからも、機雷や魚雷発射艦の製造のほか、艦砲用の射撃板の国産化にも協力した。航空機の製造は第一次世界大戦後の1920年11月7日に、 横小四キロ合高型水上偵察機を完成させたところから始まる。まだ自力設計の能力はなく、製造だけではあるが、主に水蒸気や飛行艇を生産している。例えばさきのロゴ水蒸気は、当時の主力水蒸気であり全生産数218機の、内アイチでは80機を生産している。1925年に、当時のドイツではまだ無名だったハインケル社と提携。 航空機の設計を依頼するなど関係を深めていった。1925年に戦艦長戸から発信試験をした HD25 の時は設計者のエルンスト・ハインケル自ら来日している。また1933年に海軍から急降下爆撃機の試作を命じられた時も愛知はハインケルから HD66 の製造権を購入。 自社で製造した機体を提出した。この機体は94式艦上爆撃機に発展する。後の愛知の代表作の一つ99式艦上爆撃機はハインケルの下で勉強した尾崎のりの設計であり、その大円翼は一連のハインケルの機体に通じるものがある。航空機設計に関しては当初より横須賀海軍工廠に技術者を派遣するなど、 技術工場に勤め、航空機製造に進出してから5年後の1925年に15式高型水上偵察機を初めて自社で設計した。この機体は正式採用とならなかったが後には自社設計の軍用機が採用されるまでに力をつけた。大戦中は水星99式艦上爆撃機、霊式水上偵察機などを生産している。 実戦には参加しなかったが、400型潜水艦に搭載した、セーランも愛知製である。変わったところでは、水雷戦隊の夜間偵察用として開発された、96式水上偵察機や、98式水上偵察機も、愛知で設計、製造された機体だった。また航空用エンジンの生産も手がけ、1929年に、 フランスローレン式水冷450馬力エンジンの製造権を買い入れて航空機用エンジンの生産を開始。大戦中は水冷エンジンの厚田の製造をしている。大戦中の1943年には航空機増産のために同社の航空機部門を独立させて愛知航空機株式会社になった。百四十四年十二月七日の東南海地震では 機体組み立ての中心工場だった、英徳工場の製造用事具に狂いが生じ、以後の航空機生産に大きく影響した。さらに1945年6月の空襲により、主力の船方工場が大きな被害を受け、そのまま終戦を迎えた。第二次世界大戦後は、早急に民需に転換する必要に迫られ、終戦直後には印刷の仕事などもしている。 1949年に新会社、新愛知企業株式会社を設立し、1952年に愛知機械工業株式会社と改称し、現在に至っている。戦後はコニーシリーズの軽商用車などを製造、現在は日産自動車の子会社として、自動車用エンジンやトランスミッションの製造等を手掛けている。愛知の軽電機の1930年までの主に、 航空機関連の項目を記載する。以下は、対戦前後の遠隔 AB、愛知時計電機85年史による。愛知の航空史によると、厚田発動機製作所も、被害を受け、両工場だけで、死者500名以上。愛知の航空史による。愛知の航空史、P130 による。続く新会社を、新愛知企業会社と表記しているので、正確には、 愛知企業株式会社かもしれない。ありがとうございます。